動画をご視聴の皆様こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の M です。カメラマンのダブルです。はい、今年も間もなく終わりますね。そして福島日産の今年の営業なんですが、こちら明日が最終日となります。今年も皆様大変お世話になりました。福島日産をいつもご愛顧いただき、そして日産 YouTube チャンネルをいつもご視聴いただきありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、というわけで今回は皆様に福島日産の最終の営業と、そして次の再開について簡単にご案内したいと思います。福島日産、明日で今年の営業を終わりまして、冬季休暇とさせていただきます。営業の再開が新年1月3日ですね。そしてこの1月3日からは福島日産お客様全員御礼初売りということで、初売りが始まりますので、ぜひこちら、この機会にお越しいただければと思います。この初売りの中ではお客様全員御礼と歌っております通り、車をご購入いただく方はもちろんなんですが、ご来場いただくだけでも特別な特典があったりします。こちら期間中ご来場いただきました皆様には、なんと選べるサービスメニューが半額になるクーポンをお渡しいたします。このクーポンの中には撥水効果のある手洗い洗車、そしてオイル交換、ウィンド撥水、窓の撥水、そして車の中の除菌、この4つのメニューからお好きなものを1つ選んで半額で実施させていただきます。このクーポンご来場いただく皆様にお配りしておりますので、ぜひこの機会に福島日産のお店に遊びに来て、そしてぜひですね、ここでお願いしたいの、ご来場いただくだけではなくて、例えば皆様の気になるお車、このチャンネルの中でもたくさんいろんな車ご紹介してますので、その中でもこの車気になるんだよねっていうのをぜひ試乗していただきたいなと思います。乗ってみなければわからない良さがどの車にも必ずあると思います。例えば今私乗っておりますこの車が日産オーラ、本当に皆様ありがとうございます。このオーラ、今年ですねカーオブザイヤー3冠を達成しております。この車ももちろんおすすめですし、いやオーラまではいらないけど、でもコンパクトカーを探してるんだよねという方にはノート、そして SUV が好きな方には e パワーのコンパクト SUV のキックスト、そして本格 SUV のエクストレイル、ミニバンをお探しの方にはセレナ、エルグランドと、もう何でもありますので、ぜひこちらを試乗にお越しいただきたいなと思います。これまでにも何度も福島日産来たことあるよという方はぜひそちらのお店、そして初めて福島日産に行くんだけど大丈夫かなという方は概要欄にリンクを載せておきます。こちらからお好みの車と店舗を選んでご試乗の予約ができますので、お気軽にこちらも使っていただければなと思います。またインターネットからその他サービスメニューの予約などもできますので、ぜひこちらもご利用ください。ところでダブルさんは何かお店に行こうかなっていう時、電話予約派ですか、ネット予約派ですか？ネット予約派です。あ、やっぱりダブルさんネット多いですね。なんでです？ちなみにちょっと初めてのお店とかだと喋るのが、はい、緊張するので。あ、そうですよね、はい、ネット予約の方が、はい、多いです。なかなかやっぱりね、初めて行ったことのないお店にいきなり電話して行きますって、まあ、していただいてももちろん大丈夫なんですけど、ちょっと緊張するなっていう方も多いと思います。そういう方はぜひネット予約を使っていただいて。で、私もネット予約しちゃう派なんですけど、これ理由ありまして、私行こうかな、このお店行ってみたいなって思うと、大抵思ったその日は定休日だったり夜だったりするんですね。電話しても繋がらないので、そんな時もネットで予約をしていただくと、いつでも好きな時間にご予約いただけます。福島日産では試乗、そしてカタログの請求やサービスのご予約、そういったものすべてインターネットからもできるようになっておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。そして大事なことを一つ、日産 YouTube チャンネルは毎日更新なんですが、明日で福島日産の営業は終了ということで、
日産 YouTube チャンネルの動画はもちろん毎日更新続けていきます。ということで日産 YouTube チャンネル年末年始特別企画いろいろご用意してますので、こちらまた毎日チェックしていただければなと思います。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。